神戸空港から長崎空港へとやってまいりました。まずはじめに向かうのは770円で15貫のお寿司の盛り合わせが食べられるお店。隣の行列ができる中華料理屋さんも気になりましたが、限定10食のお寿司に惹かれてこれから向かいたいと思います。それではご覧ください。
ょうこれ。すごいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメント、応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。